周江村ジャパンブランドアンバサダー横浜流星さんです。皆さんご来場いただきありがとうございます。周江村のジャパンアンバサダーに就任しました横浜流星です。本日はよろしくお願いいたします。今回撮影させていただいた流星さんのキービジュアルというわけなんですが、完成したこのキービジュアルご覧になっていかがですか？そうですね、撮影の時にこうやっぱり思ったのが周江村ならではのこうメイクアップをしてもらって、本当に綺麗に撮ってもらって、新しい自分に出会えたので本当に皆さんには感謝してます。実際に今も少しこう今日もメイクで、塗ってもらって、撮影でも塗ってもらったし、自分でもこう手で塗ってみたんですけど、なんていうんですかね、こう肌にすごく吸い付くようなテクスチャーっていうのを感じてすごいなって思いましたし、何よりこうなんだろう、こう目元に奥行きをこうなんだろう、こう強くするような立体感っていうのも感じたので、すごいアイテムだなと思いました。色味もね、色味とかも本当そうですね。なんだろう、こうすごく馴染む色だし、とてもクールだし、本当になんだろうな、どんな人がつけても、楽しめるような商品なのかなっていうのは思ってます。本当にドラマティックに演出してくれるっていう、今日も私も今視線を奪われてしまうほどですが、きっとね視線を奪われる人が続出するんではないかなと思います。もうチャレンジしてるんですけど、やっぱボクシングをもうすでにボクシングを始めてらっしゃる、もう本当映画きっかけで、やっぱボクシングの奥深さを知りましたし、本当に格闘家の友人の那須川天心も挑戦してますし、ボクシング、やっぱ、そういう姿を見てるとなんだろう、素直にこう人間としてかっこいいなって思うし、自分もなんだろうな、たくさん挑戦していきたいですし、その中の一つとしてやっぱなんだろう、自分が心から楽しいと思えた格闘技、ボクシングを今はちょっと仕事に支障にならない程度に極めていきたいなと思ってます。先日まで2ヶ月近くにわたり舞台での宮本武蔵という人物を演じられていましたよね。歴史的な剣豪を演じるにあたり、目の演技ですとか目元の演技っていうのもやはりあるんでしょうか？目の芝居は武蔵限らず全部どの役も大事にしてて、本当に目は口ほどにものを言いますから、目からこう感じることってとてもあるので、すごく意識してますね。で今回その武蔵は巌流島という舞台だったので、全てのお客様にしっかりとこう届けられるようにっていうのもあって、アイメイク、アイシャドウ、アイラインっていうのはすごくこだわっていて、結構口数が少ない男なので目での芝居がすごく大事だったので、とにかくこうメイクさんとも話し合いながら武蔵のメイクを作っていきました。そこでもディスカッションがあったんですね。やっぱり舞台となると会場も大きいですから、CM ですとかドラマと違って、やっぱり今お話にもあったように、みんなに同じように届くような演出っていうのが必要なんですね。そうですね。あとはまたやっぱりこう照明とかもありますし、そういうののすべてのこうバランスをしっかりと考えないといけないので、多分誰よりも目元のメイクは濃かったと思います。下手から順に真ん中、上手と移らせていただきます。ご準備お願いします。それでは2ポーズ目に移らせていただきます。少々お待ちください。それでは真ん中からオフィシャルさんから行って、先ほどと同じように下手、真ん中。はい、それではオフィシャルさんからお願いいたします。